神奈川県平塚市、江ノ木町にある在任十六人のちょんまげを祀った塚。ちょんまげ塚1838年、寒川神社の御子が春に、大磯で行われる、国夫妻に渡御した帰りに、一宮の寒川神社の氏子と篠宮の前鳥神社の氏子とが、相模川の渡し場で争いを起こし、寒川神社の御神体が川に落ちて、行方不明となった。 争いは裁判となり、大官、江川英流は、忍宮のうじ子16名に打ち首断罪の判決を下したが、処刑の日に、大官はそのちょんまげだけを切り落とし、ち首に変えたという。ちょんまげは、蓮光寺に埋葬され、ちょんまげ塚の名を残していたが、1957年、平塚市観光協会は、供養費を立てた。蓮光寺の西側の墓所の片隅にある。もしこの、 由来が正確なものであるならば、大観の処置は大変な英断であったと言えよう。ちょんまげの切り落としは否認手下に落とす、身分系であった可能性があるからである。酒焼きを沿って、まげを言う髪型は兜をかぶった時に群れて頭皮が、炎症を起こしたりしないように工夫されたもので、一人前の男のシンボルであった。平塚駅より、神奈川中央交通バスで、茅ヶ崎駅行。 バニューバシゲシャトホ5分、ありがとうございます。